私たちの暮らしのさまざまな場面で活躍しだしているロボットがホテル業界にも本格進出です。港区のホテルに滞在をより便利に快適にしてくれるというロボットが導入されます。どんな仕事を任されるんでしょうか。ホテルの部屋に備品などを届けてもらいたい、そんな時に駆けつけてくれるのがスタッフではなくロボットなんです。品川プリンスホテルで来月から導入されるのがこちら、ホテル内のデリバリーをしてくれるロボットです。客の注文を受けたスタッフが届け先の部屋番号を入力し、品物を入れれば準備完了。センサーで人や物を避けながら、エレベーターも自分で乗って部屋に向かいます。部屋の前に着くと、室内の電話で客に到着を知らせて、品物が客の手元に届けられます。ホテルはお泊まりいただいて安全安心、これが一番重要になるわけですけども、それにプラスアルファで楽しめる、エキサイティングな、そういうところがこれから必要になってくるんだろうなと思っています。今まで当然のことながら人間が持っていっているものがこのロボットが持ってきて、こんなところがすごく意外性がある。ホテルの滞在をより便利に楽しくしようと導入されたロボットは、最高時速 2.5 キロで重さ 4.5 キロのものまで運ぶことができ、移動中ボックスにはロックがかかります。新たな従業員の登場にホテルの利用客は、いや、とってもスマートで楽しいですね。ロボットがいてくれるといいと思います。だって人とやつと、やっぱりその人とどうのこうのって話しなきゃいけないけども、ロボットだったらこれ頼むねって言って、それで OK なんでしょう。それいいと思いますよ。デリバリーロボットは来月2日から1台導入され、ホテルでは今後利用状況を見て台数を増やすなどの検討をしていくということです。